見てよ、俺てみんなに言ってるけど信じてくれないで、色はちゃんとアイズで塗り替えてる、アイズの炭鉱だよ、そう、アイズの炭鉱だよ、激烈痛いんだ俺はね、すっごいいろんなね、悲しいことあるけど、アイズ戦に50キャッテン、全員初めて、本当はバイト物語も確かに、一人だけ、なんか、一晩、バイト戦だけになってヤマトの鉄橋行ったら電気乗りたいってなんか幕で追われてたやっとするとダメですよとかって知らなくて言ったらね鉄橋した場所知らないから一緒に500ぐらいのそれで紙もう入れたらあったらすぐ行ってもらうな入れたのは居酒屋カーブだとこれ長いから絵になるよね、うん、取り出すコピーしかないなんですか、うん自分昔、新聞行った時に、いらないなんか教科書とか送れてたら、重力の図面とかもありましたね。重力のね、取説をね、あの、前にコピーした。あの、コピーで、コピーじゃなくて、白いあの、A4 版の横で、横型の、それ持ってるんですよね。そうそうそう。16はそれしかないじゃないかな。本当のあの、そのね、宮川さんに辞められちゃったらね、それもちょっと行きづらくなっちゃう。昔俺はコラ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 してますそう、うん、よくレインボーとか、うん、キーフローでみんなこと言ってますもんそうですよ横で服着てたからちょっとまたあそこの研修の方がやっぱり昔長野の金沢の長野局名古屋館だったんですよみんな長野行った学園みんな長野中部だねそうそう、うん、だから富山機関区の工場のトランスポーテっていうのがあられてたからだってワンは中部行けって言ってたの俺昔尋常にいて3パー1に来たのうん、繋がってないだみたいな姿が絶対あるんだそう、デジの初期投資でやっぱり10万万かかったけど、そういうのに全部、完全に取り戻してる。まあ、後考えればあれですね、CF1 なんでね、6千万円かかるから。今度パソコンが多い。
かしてる。中古5万ぐらいで入ったら教えてるんですか。